田尻としあきの、うん、はい来ました、ここでいかがでしょうか、言いますね、いかがでしょうか。今日も田尻としあきさん、イニシャル TT、うん、ジリータが気になったことをお話しします、はい、人にはね口癖ってそれぞれあると思うんです。はい、今僕って言ったでしょ、っていうのもそうですよ。 あと実はというやつ、あとすいません、あもうなんかもうすいません、もうわかりました、あもうすいませんっていうような人、田尻さんね、うん、今ごめんなさいっていうよね、すぐごめんなさい、それをなくそうっていうのが年始の目標でしたもんね。ごめんなさい治んなくてごめんなさい。さやちゃんはよく使う口癖ってありますか。どうかしら、自分の中でね多用してる口癖あると思うんですよ、絶対人って。うーん、意識してないからな。じゃあ僕が言いましょうか、はい、さやさんの口癖教えて。あのね、さやちゃんは相手がね、例えば僕がさやちゃんに反抗したりとか違った意見をね僕が言うとね、はい、すぐにねあなたあなたってさあなたって言うんですよ。そんなに食いつく。そうでしょ、あなたってほら、私言ってる、俺はね最初デヴィ夫人なのかなとこのスタジオにあのインドネシアのスカルノ元大統領の夫人なのかなとそう思っていただいたらもうそれはそれはありがたいことですけど、あなたあなた言うですね、ラジオの前の皆さんも多分ね、ああそうさやちゃん言ってるっていうふうに言ってると思うんですよ、あーたっていうね、あーたあーたねとか言ってるんですよ言ってるの、言ってるんです、気をつけよう。このようについ言ってしまう口癖は誰にでも一つぐらいはあると思うんです。そこで無意識に使っている口癖、これね性格が分かるだけではなくてその心理まで相手に分かってしまうということで、はい、そこで今回のいかがでしょうかは、喋っている口癖からどんな性格なのかを話していこうかなというふうに思っています。はい、さあまずはですね、基本的にという人、あの基本的にね、基本的にはさというふうにこれ口癖にする人っていたりとかするんですよ。はあ、これはどういう人かというと理屈っぽい、性格的に硬い人が多いということらしいんです。そうなんだ、どうしよう、これから話す相手が基本的にって言う人だったら、硬、うん、いねって言っちゃいそう。そう、理屈っぽいねって、気をつけよ、怖い。ルールを守って基本パターンを大事にする硬い性格の人が多いようなんです、まあ、きちんとねルールを守ってとか手順を守ってっていうことは決して悪いことではないですからね、うん、そう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 。でその心理はですね、職場や会社のルールは絶対に守るというものがあるという人なんでしょう。柔軟で面白いことを言ったりするのはこれ苦手なタイプの人が多いということなんです。確かに基本的にという人ってきちんとしていて真面目なタイプのイメージありますよね。なので私の口癖はまず基本的には基本的にって言いませんまあまあ、まあ、お前どっちなんだっていうね、ぐちゃぐちゃ。そうそう、そういう人がいるかもしれないということです。はあ、さあ今度はねこれ結構言う人いると思うんです。すごい、うーんとかね、はあ、すごいとなんかね、誰かの話を聞いたり何かを見たりしてうわーすごいなと心から感動している場合は純粋な心の持ち主である可能性が高いんです。はい、また子供のようにさまざまなことに興味や関心を惹かれるけどその分飽きっぽい性格かもしれないと、うん、すごいという人はいいな、すごいとかいう人、言い方でまただいぶ違いますね。そう、しかし反対にね、ああそうなんですね、すごいですねと適当に言っている場合もあると嫌な感じ、もはや相手の話を聞いてない可能性がある、または社交辞令であることが多いということなんですよね。例えばこういう人もいますよ。こちらがねすごいですねと言ったら相手がねえねえ何がすごいのと聞き返されたら、いやーその切り返しがすごいですねっていうどこまでもすごいがすごい時刻が続いていくっていうね、浅いね、浅いでしょそう、でもねそういうふうにすごいっていう人はそういう性格らしいです、はあ、これどうですかね、さえちゃん言ってませんかこれと、要するに要はという人、私はあまり言わないと思う。言ってないですかね、むしろ言えてないと思う。言えてないっていうのは
まとめきれてないんじゃない、要するになんて、そんな。なるほど、でも要するにとか言ってないかな、言ったどうかな、分かんないけど、私普段そんなに使わないと思います。要するには使わないと思う。ようにとか、あ、言わないか、うん、この言葉を使っている人っていうのは仕切りたがり屋なタイプ。ちょっとよろしいですか。は、私使ってないと思うって言った前に、さえちゃん結構使ってるよねぐらいの空気で言ったわよね今。つまりあなた仕切り屋さんだもんねみたいな、それ言いたかったの。あなた、あの、あなた、ごめんなさい、あ、言った、あなた、ベビー夫人、あなた、ベビー夫人、急に急に言いたかったの、あなた急にインドネシアのスカルノ元大統領の夫人が出てきましたよ急に。へ、でもね、ほらこの番組を仕切ってるじゃないですか、さえちゃんって、さえのワッフルを月曜から木曜日まで仕切れてはないけれども、でもね、要するにというふうにね言ってるから。で、自分に自信があるので、みんなの意見を聞くと誰に頼まれたわけでもなくて、その場を仕切ろうとしたがるタイプが多いらしいです。みんなが口々に意見を言っているのを、要するに、要はさという言葉で一括りにまとめようということで、仕切り屋のタイプが多いと。リーダー気質なんですね。私は使っていないなと自分で思っているんですけれど、うんうん、ただその要するにを使える人ってまとめる力がある、話をみんなの話聞いて、うん、キュッと要点だけまとめる力がある人だなとは思います。だからあんまり嫌な気もしない、使われていても。あ、そうね、リーダー的な人っていうのはさあ、なるほど、君はこうなんて、あ、で B 君はこうなんだね、ということはさ、要するにこういうのやってみたらどう？そう、そういう言い方だったらむしろ頼もしいですよ。うん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 。でも頻繁にはあんまり使わない方がいいかもしれませんね。全然、あと要するにとか要はって言ってる人で全然まとめてない。で、まとまってない場合でしょ。それは嫌ですね。うん、ですよね、うん。要するに君の言ってる言葉はさっきからまとまってないんだよっていうふうにその人に言いたいぐらいですよね。そうですね、うん。それはちょっと気をつけてもらってもいいのかなと思います。これどう？あ、僕も言うなこれ。マジで？というやつ。これね、さほど驚いているわけでもないのに言ってしまう人が近年増えた口癖らしいんです。マジで。この口癖をしている人は相手に合わせるために適当にそう言っている場合もあるようですと。相手に合わせようとしている分、社交的な性格であると言えると。比較的周囲からも好かれている。ただし本心から言っている場合ではないこともあるそうです。楽観的な性格の持ち主ということなんですよね。はい、マジで。さえちゃんは言わないよね、マジでってね。たまには使ってると思いますけど、頻繁には使わない。使わないよね。あんまり人によるのかな、これってね。癖だなと思われるほどは使ってないかもしれませんが、日常会話の中では出ますよ。あ、マジでって、うん、言う、まあ、言わなくはないと思う。言わなくない。まあでもそうね、マジでという言葉よりも同じ意味合いで、うん、あらまーとか、まーとかの方が多いかも。おばさま、そっちかもしれないおばさまが出てきましたよそう、でも同じ意味合いですもんね。あ、反応としては、ね、男性の方でも あらー、まあ本当という人いますよね。おぎママ、おぎママ的な方いらっしゃるね。だからすごく女性と会話するときって、ね、弾んでるんですよ、そういうふうに言ってる人って。あ、まあそう、あ、へえ、驚くねとか言う人、波長が合うんでしょうね。そうかもしれないし、聞き上手なのかもしれませんね。ああ、なるほど、うん、空気を作るのが上手なのかもね、うん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 、ね。そしてね、これ最後になるんですけども、同じ口癖でもどんどん使った方がいい素敵な口癖っていうのもあるんです。う、これ何かというと、前にもねちょっと重複するかもしれないけど、ありがとうっていうやつね。うん、これもう断るごとに、ごめんなさいよりありがとうがいいねっていう話しましたね。そうそう、人に感謝する気持ちを常に持ち続けている人です。で、ありがとうと言われてもう嫌な気持ちになる人はね、まずいないと。これは口癖にしていこうという感じ、はい。あともう一つ、なんとかなる、大丈夫、プラス思考でいるっていうことですよね。そうそう、自分に自信がなかったりとか常に不安を抱えていたりする人は、なんとかなる、大丈夫だよという言葉を口癖にするといいかもしれない。で、最後は、お、面白いね、この面白いね、
このワードが口癖の人は他の人のアイデアとか新しいことに前向きでいろいろなことを受け入れる気量があるということで、このありがとう、なんとかなる、大丈夫、面白いね、これはねぜひ皆さん口癖 に使っていただきたいなというふうに思いますか。はい、はい、今回のいかがでしょうかは口癖とその性格についてお届けしてまいりました。さえさんいかがでしょうか。あーた、ありがとう。基本的にすごい話を要するにマジでお伝えしました。以上、田尻俊明のいかがでしょうかでした。樋口清則です。僕が喋る我思うゆえに我ありがラジオを飛び出してポッドキャストで放送中です。僕の持論哲学を RKB アナウンサーの武田紗恵アナと喋っています。固定観念や既成概念をぶち壊す。ポッドキャスト番組我思うゆえに我あり、ぜひお聞きください。